皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これ使ってみました。ソフトボールカーラー。これずっと気になってたんですけど、一回も使ったことなくて、で、寝てる間に、言ったらこれを巻くと、朝起きたらこう結構綺麗にカールが出てると。もう巻かなくても OK みたいな感じのやつで、多分歌ってるかなと思うんですけど、実際問題ちょっと使ってみて、今回はちょっとボブの長さでやってみようかなと思うんですけど、ロングだったら結構できるかなと思うので、ボブぐらいの長さで、実際問題、何分置いたらカールがつくか、みたいなのをちょっとやっていきたいなと思って、一応10分と5分ぐらいでやっていこうと思って、気になってた方、よかったらやってみてください。それでは動画をどうぞ。だいたい毛束の厚さなんですけど、カーラーよりも少し少なめの方がベストかなと思います。実際に巻いていきます。まずカーラーを少し広げて、毛先からしっかりと巻き込んでいきます。この時毛先を折らないようにしっかりと中に入れ込んでください。入れ込んだらくるくるっと巻き込んでいきます。後ろの毛束も同様に巻いていきます。カーラーの中に入れ込んで、毛先もしっかりと中に入れ込みながらくるくるっと回していきます。耳後ろの部分も同様に毛束を取って巻き込んでいきます。反対側も同様に巻いていきます。6個入りで全て巻いたんですけど、髪の毛の量が多い方だったりとか、このぐらいのボブの短い方は多分足りないかなと思うので、もう1セットあると全て巻けるかなと思います。外していきます。結構こっちはしっかりとカールが出てますね。反対側も外していきます。こちら側が10分間置いた感じですね。結構しっかりとカールが出てて、反対にこっち側がもう5分ぐらいしか置いてないんですけど、やっぱ5分ぐらいだとやっぱり時間があんまり少ないので、あんまりカールが出てないかなと思います。巻き収める位置はしっかりと頭皮に対して平行に下に降りてきたところで巻き込むようにしましょう。巻き収める位置が平行じゃないです、横になったりとかするとカールの形がちょっとおかしくなったりとかするので気をつけてください。カーラーをひねってあげると止まるって言ってるんですけど、髪の毛の量が多かったりとか巻き込んでる長さが長いと止まらない可能性があるので気をつけてください。気になったことなんですけど、10分間ぐらいだいたい置いたのがこのぐらいのカールが出てて、しっかりと結構出てます。で、だいたい5分ぐらい、時間が短いっていうのもあるんですけど、あんまりカールがしっかりと出てないですね。だからドライヤーとかかけたりとかしたらもうちょっと時短にはなるかなと。夜寝てる時とかにつけてってなると、その巻き収める位置だったりとかって結構カーラーって重要になってくるんですけど、ロングだったりとかセミロングの方だったら寝てる時に OK かなと思うんですけど、ボブとかの長さの方だと結構寝てる時って動いたりとかした時に結構ずれたりと
とかするので、そうなると髪の毛が折れたりとか、なんかそういうちょっと心配があるかなっていうのが一つ。あとは巻き収め方っていうか、まあ、これをこう巻いた時にグッとこうするんですけど、まあ髪の毛の量が多い方だったりとか、まあまあ短い方ももちろんそうなんですけど、このグッとこう締めるんですけど、これ締めても髪の毛が結構ギリギリのところまで来てるんで締まらない可能性があるので、まあ限界まで巻き込んでそのままちょっとこう気持ちグッとして収めるといいかなと思います。まあ個人的に結構使えるものかなと思うので、僕は朝とか使った方がなんかいいかなと思います。なんか巻き髪スプレーとかバーっとつけて、でちょっと乾かして、でまあ8割ぐらい乾いてる状態ですかね。で巻いてあげて、でまあお化粧したりとか朝準備して、で外してあげると結構綺麗になるかなと個人的には思うので、まあ使えるグッズかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。でまあちょっと量多い方も6個入りなんですけど、多分6個入りじゃ足りないって、もう1セットあると結構使えるかなと、しっかりと巻けるかなと思うので、よかったらそれも参考にしてみてください。今日も動画見ていただいてありがとうございました。それではさよなら。